ロドリゲス島の海岸のカジュライナエクアセチフォリア、エルモクマオウカは、騎士植物のトガの一つ。モクマオウなど、およそ65種が含まれるが、属の数は1属から4属まで研究者によって異なる。熱帯の砂浜で、松と間違われる植林は、モクマオウの場合がある。松とは、類縁は薄い。乾燥に適応し、海岸や乾燥地に多い。根には、 フランキア族の放線菌が強制し、秩序固定している。葉は臨片状で輪生し、特サ類のようにも見える。花は単成。雌花は無可比で筒に囲まれ、花女は休花状になる。オバナも痕跡的な花比とユーズイ各一個しかなく、花女はお嬢。オーストラリア、マレーシア、ニューカレドニア、フィジー、マスカレン諸島に分布する。 日本には元来自生しないが、南西諸島、小笠原諸島に導入されたものが野生化している。木馬丘は、得意な形態のために、一目一花の人がためである、木馬多めとして扱われることが多い。クロンキスト体系では、万作アズナに属する、人がため木馬多めのトガである。単純な花の形態を原始的なものと解釈して、被子植物の配列の先頭に置いた。 タンガタメである、木馬多めのトガである。エペジー植物分類体系では、ブナカ、ヤモモモカなどと並んで、ブナメを構成するトガである。族は四族を認めることが多いが、木馬王族カジュライナの一族と扱う研究もある。ありがとうございます。